はい、どうもこんにちは。ピアスのゆみとのんです。今回ですけども、呪術師と単行者使っていこうかなと思うんですけど、玄関鏡、呪術師と単行者どっちが強いのっていう話を今回していこうかなと思います。やっていきましょう。先日ですね、そのランキング動画を出したんですけど、呪術師の方が今来てるっていう話なんだけど、それなんでっていう疑問結構多かったんで、それについて詳しく話そうかなと思ってます。結構そのコメント多かった気がするな、そうだね。うちも本当にって思ったこともあったもんね。がっつり環境変わってる。いや、僕心眼追われてる。あっ、いや、心眼じゃない。なんで心眼見えたのに俺追うんだよ。完全に心眼より俺追われてます。危ない。これ完全に呪術師がカモだと思われてるね。そんなことないんだけどな。いやー、心眼より追うことある？なるほど。チェイス頑張っていくか、それでどういうね違いがあるのかって話なんですけど、基本的にその環境キャラクターっていうのは、その今流行ってる相手のハンター、相手陣営に対してどういうキャラクターが刺さるかっていうので変わってくるんですけど、今実は非常にね相手のハンターに対して刺さるよっていう意味で、簡単にしまえば刺さるんですけど、危な。どのハンターに特に強いんかな。その雲は強いけど、ユイユ言ったけど、最強はウィルだね。ウィルがね本当に強い。呪術いるだけでも本当にねどうしようもできないぐらい後半がきつい。なるほどね。そうなんだよね。だからウィルバンしなかったとしても全然ウィル来てもらってそれをメタルって意味で呪術強いし、他にも本当にもう刺さるキャラクターが多い。逆に刺さらない、そもそも版だよね。昔はガラテア版だったじゃん、ちょっと前は。そう、ガラテア版でその女王に対してメダル環境だったから術師は今まで微妙だったんだけど、それが180度変わって、そのなんていうんだろう、女王と魔女版っていう関係戻ったからこそ、その昔に戻って普通に強いっていう。これ回避しちゃダメかな。してほしい。あ、オッケー。そうだね。キノコ来た。なんかキノコ来た。そうだね。あ、ナイス。めちゃくちゃでかい。それこれ多分伸びるよ。オッケー。オフェンスにちょっと粘着もらうわ。魔女もそうだよね。弱かったよね、呪術師ね。そのそうなんだよね。どんがまっても神徒に対して1呪術のねたまった呪いでしかそうなんですよね。そうで、ランキング動画でも言ったんですけど、もちろん呪術師使う上で絶対条件っていうのが、女王魔女版をバンしていることじゃないと絶対使えないんで、本当にかもられて終わっちゃうから、基本的にこういう尖ったハンター、尖ったサバイバー使う場合はその苦手なハンターをバンしなきゃ厳しいんですけど。なるほどね。でもやっぱ危惧されてることっていうのが、スタンをね消しちゃう方が多いっていうのもあって、そのランキングはそうどうなのって思う方も多かったと思うよ。現にうちも呪術師そのランク S ランクけど使いますかって言うと使わないし、どうなんだろうっていうのはやっぱあるよね。そこのなんて言うんだろうな、そのレベル使えてない、その熟練度が低い状態に合わせちゃうと、それでいったらオフェンスも最下位とかになっちゃうから。そのキャラ性能を発揮した、十分発揮できるっていう面で考えた上でランキング作ってるから、それに関してはもう練習してもらうしかないっていうのが、俺がいつもランキング作るのは、そのキャラクターたちの性能をフルで発揮した時に、どういった編成、どういったキャラクターが強いかっていう基準で作ってるから、今そうなっちゃうんだよね。うちのオフェンスがおったら大ごとやもんね、そんなんで。全然ねいいんですけど、もちろん最初はねみんな苦手だから、呪術とかもその昔はさめっちゃ使われてたから、今の曲みたいな感じで、だから簡単に使えるから、今も強化入ってるし、前に比べて本当にやろうと思えば簡単に使える人は増えるかな。昔のそのイメージもやっぱまだあると思うよね。そうだろうね。なかなかないだろうなみたいな雰囲気がやっぱりあったのところもあると思うし、そういうのって環境の変化は若干遅れてくるよね。流行ってるから使い出すし、みんなもそうだね。流行りの最先端のランキングに合わせたってなると、やっぱ最上位のみんなの意見が元になってだんだん流行りってくると思うし、大体ねその最上位とかそのランキング、ランカーたちのその流行りっていうのは大体1シーズン2シーズン遅れぐらいで最大でその全体のランキングに渡ってくるから、そのポストマンとか疲れ始めたのもかなり遅いと思うんだけど、バッツマンとかもう特にそうだよね。バッツマンが強いってなってから3シーズン後ぐらいにようやく出てきたぐらいだから、いろんなランキング内でっていう感じだから、呪術師がもうちょい流行るのは、この動画見てくれたりとか、いろんなきっかけで知られていって、広まるっていうのはあるかなとは思います。その練習込みでの話やけん、そこもまた変わってくるんかな。ね、それすごいおすすめだけど、呪術師簡単だから。そのランキングについてないけど、やっぱそのランク帯によってこのキャラクターを使ってほしくないっていう意見も多分あると思うね。それね、俺今回そのまた動画にしようと思って、そのランキング帯、やばい、それはランキング帯ごとによるあれですね、そのおすすめ編成をもう殿堂入り級のこれ間違いないっていうのあるんで、それまた次回ぐらいかな、次の動画ぐらいにしようと思ってね、それもお楽しみにしててください。めっちゃ参考になる人も多いんじゃないかな。やっぱラン角帯によってね編成が変わってくるっていうのは多いのよ、うん、あ、そうなんだね。使ってるそのハンターの種類とかも全然変わってくるから、うん、このランク帯はこのハンターが多いとかもう本当にあるんよ。だからその例に合わせたものを作ろうかなと思ってます、はい、さあそうこう言ってる間に呪術と単行の違いあんま言えれんかったんですけど、じゃあ次はね、単行を使って、どんな感じか、まあ、違いについてねもっと詳しく話していこうかなと思います。さあ遊んでいこうかなと思います。できましょう。今度は単行者ピックしてきました。はい、さっきからね解読早いよね。めちゃくちゃ早いシーンがもうこれ環境に完全逆行してる編成だけどまあほんとね全然こういう編成も勝てるんで俺かな、チェイス。ちょっとランク下がっちゃって、うん、使いづらいってなってる方も多いと思うし、うん、現にうちも使わなかった時期と使う時期みたいな感じで波が来て、あ、なるほどなるほど。それでもやっぱり使ってて、うん、悪くまだ使えるなって思った時もある。強いよ。本当に強いよ。昔ほど、うん、どの判断が来ても戦えるなっていうのが、ね、そうなんだよな。まあそれがね今回の呪術単行問題で言える単行にそれが起こってるんで、どの判断相手でもいけるかって言われたら単行ちょっと厳しくなってきてて、クモにもきついし、まあ、他のキャラクターもきついハンターが結構いて、まあ、ガラタヤもその線が出ちゃうからその線に対してまあ石像が結構当てれるハンター熟練度が上がってきてて、熟練度がそうなんだよね。絶対に石像と相打ちにならないからね。スタンがその辺がやっぱすごい有利に出るとこかな。ガラタヤ対面を意識した時にすごい変わってくる面ではあるかな。まあ、あとはウィルに対して磁石3回分で、まあ、持つには持って強いんだけど、あーやばい、持つには持つんだけど、興奮だ持つには持つんですけど、粘着回数が全然変わってくる。3回だもんね磁石だと。うん、そうなんだよ。で溜まるスピードとか考えると呪術師のちょっとあ、来た。いや、惜しい、ごめん、これオフェンス界に怒られるやつだ。板の間でダウンすんなって言われるやつだ。そうだよ。いや、来ると思わんかったから。いやー、申し訳ね、今の。タイミングバッチリだったのにな。まあ、っていうのもありまして、その、ウィルに対してめっちゃ強い理由っていうのが、その、大体粘着して成功して距離取れたら変身するじゃん。で、変身するために呪術師だったら粘着できるよね。でもそれで一回やってたとしても、単行だったらいつか限界が来て、アイテムなくなる状態っていうのが出るんだけど、呪術師はほぼそれがない。なるほど。そう、っていうのがやっぱ、でかいかな。まあ、あとグレースも強いし。いやでもびっくりだと思う。本当単行者使ってる人は、そうめっちゃ多いと思うよ、ランク戦でも。てか使ってもいい雰囲気が出てると思うよね。呪術師ってなる人がいまだに多いと思うんですよ。まあ確かに、まあ確かにそう不信感というかね。あんまだってさ単行者でだと大会とかでも活躍してるシーンとか見るし、まあそうだね。呪術師ってまだ大会とかでピックされて活躍されてる部分が見られてないのもあって、みんなに浸透しきってないのかなっていうのは私も思ったもん。え、単行の方が下なのってまあその強化弱体化が入ってからのそのシーズンの大会まだ始まってないからね、次かな、来ると思います。徐々になんだよね、本当に。本当にそう。また大会での評価はまたちょっと変わっちゃうかもしれないけど、ランクまた相手のハンター考えなきゃいけないから。伝えてたよね。そうなんですよね。そのランキングも本当ね、めちゃくちゃ編集大変だし、ゆりさんカンペとか一切なくおしゃべりしてこれ説明してくれたよね、いつもランキング動画とか。まあまあそうですね。ゆりさん自身もランキング動画今シーズンを作ったかっていうね。実は結構コスパ悪いですね。難しい動画のコスト重いね。本当に大変で、でもまだやりがいがあるよね。まだですかまだですかって本当にね、本当にね出現するよね。ランキング中毒者たちがこれを楽しみに生きてましたとかって言ってくれる方もおるんよ。本当におるんよ。本当かなと思うけど、そう楽しみしてくれる人多いんよね。いやでも俺も見るの好きだもんな、毎回言ってる気がするけど。それがあってめちゃくちゃ大変やけど、しかしみんなに怒られることも多いんやけどランキングを。まあそうだね。まあそれでも嬉しいって意見も多いから。続けてる理由の一つですね、それが。いやでも俺はもう次ね、その全ランク帯対応のパーティーの組み方っていうのを作る動画、それがね作るのが今楽しみすぎて、今この動画に集中できないまであるわ。もうそれのことがもう今から。おおナイス。やっぱ早いな解読。マジで早いな。この動画さ、なんか編成関係ないんだけど、あんま単行呪術関係なくて、とにかくなんか味方の解読が早くて上がってるみたいなとこあるんだけど呪術師とかって後半の粘着が強いんやもんね、だって、ね、そうまああと普通に興奮持ってこれることあるんだけど、オフェンスがやっぱすごい評価されてるから今って、もう昔以上にね、その傭兵よりも。それに対してオフェンスに対して興奮を使わせてあげるっても強いし、ああなるほど。興奮の後にもう一回させるキャラクターがいるっていうのがやっぱいいね。このまま出れるかな、こっち来たら。こっちが今2人で走ってるから、行けば順調に行けば出れるはず。ここで耳鳴りというかあたかもうわ嫌なやつだ最低。おおそれ本当に嫌なんだよな。石やっぱ強えわ。はいまあということで、まあ、この試合もね新眼がクソ活躍してるみたいな感じで、まあ、好きなキャラ使ったら俺はいいと思いますということで、今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。